今日はこの可愛い女の子です。ちょっと大きくしましょうか。大きすぎかな。あ、可愛い。デイジー。で、これの単語で表現したらこうなります。じゃあ日本語読んでみましょう。ワン、ツー、スリー。アニメキャラクター。若い女の子。デイジー。花、これ花冠って読むのかな。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。うん。これはですね。花冠でいいみたいです。花冠って読んじゃうと、なんか花のある一部だけになっちゃうみたいです。では、花冠。緑の目。ショートヘア。青いドレス。愛らしい。アウトドア。デジタルアート。英語で言ってみましょう。もう一回見てみる。もう一回こんな感じだからね。英語でもこの単語を英語で言っていきます。One, two, three. Animated character. Young girl. Daisy. Flower crown. Green eyes. Short hair. Blue dress. Endearing. Outdoors. Digital art.で、これを文章で表したらこうなります。じゃあ、日本語読んでいきましょう。大きな緑の目と短い茶色の髪を持つアニメーションの若い女の子がオレンジ色のデイジーを持って花の中に立っています。彼女はデイジーの花の冠を引き立てた白い青のドレスを着ており、引き立てた、引き立てるがいいかな、これね。ルーにしましょうね。着立てる白と青のドレスを着ており、愛らしい表情で、見る人をまっすぐに見つめています。本当だ。ね、冠があるしね。そしてこの、あ、こういうドレスね。で、これ、着立ててますよね。このドレスをね。はいはいはい。じゃあ、英語読んでいきましょう。One, two, three. A young animated girl.With big green eyes and short brown hair stands amidst flowers while holding an orange daisy. She wears a white and blue dress complemented by a crown of daisy flowers and looks directly at the viewer with an endearing expression.